ちょっと装備の確認ちょうどいいかもしれない。なんかボタンが時間になったら止めます。上げたら2位みたいになるね、それ。はい、はい、ということで久々のゲーム動画です。これがね、僕の去年の打ち納めになった日のゲームですね。12月29日でした。でしょうね。頑張ってあげといて。まあ、思ったより人数も集まってて結構ワイワイできた日でしたね。まあこの日結構ゲーム数も多かったんで、まあ前編後編みたいな感じでまた後編も別で上げます。もう最近ねこのネットまあバリケードが変わったのもあってね、もうほぼ縦にならないです。ネット越しに見えて打ち込まれたら抜けちゃうような状態になってます。ここもね、右から来てて危なかったんですけど、まあ味方がね、倒してくれてます。で、ここで奥で一人発見するんですけど、これがまあ、この日の1ゲーム目だったんですけど、気温がね、結構下がって、チャームパッキンが硬くなっちゃって、弾が結構浮いちゃってるんですよね。まあ、このゲーム、この後半でだいぶ、調整はしたんですけどね。終了。残り1ゲーム終了です。戦力4人が一気に死ななきゃいけないんです。おかしい。で、これね、タイトルを載せたんですけど、ピンクチームの1名がね、面白い装備で来てました。俺の後ろで隠れてる。ピンクさん、ピンクさん、どうしたのピンクさん。砂嵐でもひどいのかい。これね、去年中国でちょっと流行ったやつなんですけどね、まあ、花粉対策だったかな。その装備も早くもアマゾンからピンクの色を仕入れてきてました。あげたら2位みたいになるねそれ。どうも前のグラスの部分下げると曇るみたいですね。はいよ。溺れに来てて、溺れに来て。これが確か4ゲーム目だったかな。店長おごりに来てくれる。俺おごらされに行くよ。3、2、1スタート。最近ここで泊まることがちょっと多くなって、今日もゲームしてきたんですけどね、ちょっと立ち回り変えたりしてます。というのもね、今日結構常連さんとかチャンネル登録してくれてる人がそこそこいたんですけど、出口がバレちゃってね、結構行くとこ行くとこ誰か警戒してるような状態だったんですよね。で、ここですね。敵が左側に走り込んできちゃうんですよね。まあ、ちょうどこの正面から来たんですけど、まあ、回り込まれたので、こっちも回り込んで待ち構えてます。で、ちょっとハンドガンで勝負するの微妙だったんで、この状態で倒してます。で、これ正面のね、
スノコのバリケードから敵が見えてて、まあ、警戒してるんですけど、なかなかまあ顔出してくれなくて。でそのまま敵が左に走っちゃったので、コンテナの中入ってね、ちょっと位置取り変えてます。ここもね、敵にバレてなかったら結構有効な場所なんですけど、一回でもバレちゃうとね、長蛇の嵐になっちゃうんでね。でここで窓の部分、右側なんですけど、ね、隙間動いてるの分かりますか、ね、敵がいるんですけど、さすがにね、向こうも気づいて、この状態で抜くことができなかったですよね。あら終了で、やってる間に、フラグ取られて終わっちゃいました。で、これが6ゲーム目、まあ、午後3時ぐらいのゲームだったかな。ここも最近まあよく使ってるところですね。左もねちょこちょこは行ってるんですけどね、どうしてもゴリ押しみたいな戦い方になっちゃうので、あんまり好んでいくことはないです。ここもでももうこの動画上げてね、結構出しちゃってるんでね、結構警戒されちゃってます。それでも今日も何回かキル取れたんですけどね、まあ、特に今回今回とか今日のゲームは援護するようなゲーム展開が多かったので、ここで戦うことが多かったですね。で、これ、あんまり出してないラインなんですけど、これ、この角度から見るとコンテナの中が見えます。こんな感じで。なので、前みたいにね、コンテナの中入ってて、無敵ってほどでもなくなりましたね。長弾以外あんまり恐れることはなかったんですけど、もう今、角度から撃てるようになったんで、あまり長時間いるとやられちゃうパターンがありえます。ヒットヒットです、ね、さっき手榴弾の音したと思うんですけど、その音でねもうグレネードおじさんいるなって分かってたので、ここで待ち構えてます。ここの悪いところはね、中央からの動きが、一切見えないんですよね。戦い方がちょっと難しいんですけどね。ここもコンテナと一緒でね、打ち込まれると結構長弾が出るんでね、大変っちゃ大変なんですよね。でこの正面 の, バリケードの裏に敵がいるのが分かったので勝負してるんですけど、やっぱこの距離でねフルを戦うのちょっと辛いんですよね。でまだ正面の敵に集中できればよかったんですけど、左側にね敵が走り込んできたので、そっちを先やろうと思うとやられちゃいましたということでね、前編の動画はこれでおしまいです。まあ、後半もすぐアップしますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。